何やったかな、ちょうど近所に135レベルと130レベルぐらいのテリジノが湧いてたから、もうちゃちゃっとテイムしてしまってっていう感じですね。しかも都合よくオスメスやったから卵も産めるね。まあこれで戦力もアップしつつ、最終でも役に立つからな、木材とかかなり強くなったんじゃないでしょうか。というわけで、まあ、それはそれでいいとして、そう、あとこのアルゲンのサドルボンも作っちゃったから、アルゲンをテイムしに行こうか。あ、130おるね。 OK、 あ、もうアルゲンのテイムなんかは5万回ぐらいやってるからサクッといきましょうか。あー、パイロメインおるやん。またあいつテイムしたいねんな、早く。わあ、マジか、130やったのにな。あ、145おった。もうセンター楽しい。 OK、 完璧で、まあ、アルゲンをテイムして順調で、次俺思ってたんが、このセンターさ、まあまだマップ全部は行ってないけど、もうどう見てもさ、もう水やん、水のマップやん、海だか川だか。だからちょっと泳げる系欲しいな。まあだからとりあえずこのアルゲンでマップのいろんなとこ行って、まあその泳げるやつをメインで探しつつ、まあついでに強そうなやつとか、まあ入りそうなやつ見つけたらテイムするっていうプランでいこうか。お、ワニがいるね。あ、デイノスクスやん。しかも150レベル、これは熱いよ。ちょっとデイノスクステイムするか。150レベルはマジで熱い。こいつも、あの、前作ではもっと限定の生物やったけど、ASA で正式に追加されたやつ。前に動画も上げたよな。こいつ捕まえますか。あ、これ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 。この口開けてる。あー、出てちゃった。バレた。いやー、なんかなー、難しかった記憶あるわ、こいつのテイム。しかも150レベルやからな。もうちょっとなー、陸上に出てきてほしい。もう水の中やとやりにくい。あで 8% か。これ長い戦いになるよ。もう、まあでもこっちの陸上の方に連れてくることには成功した。しかも天日リセットされへんのや、割れても。それやったらそんなに難しくなさそう。まだちょっと他のやつと戦い出すのはまずそう。あ、ていうか寒さで死にそう。寝
ベル高ければサルコスクスでもいいんですけど、あれか、あれやっていうか今ハートマーク出てたな、相方がおるなどっかに。うん、ちょっとこいつさ、あ、隣にいらっしゃったね。20レベルさあ、こいつ倒すか。そう、えぐいダメージ食らいましたね。今700食らいましたね。あ、間違った間違った、おいで。ちょっと落ち着け。ただちょっとあれ、おい、浮気者が違うボスに乗り換えとる。こいつ俺の目当てのボスはあいつやな。うわー、一夫多妻の逆、二夫一妻が。あー、ちょっとこれまた、こいつだけ、こいつだけどうしたいねんな。痛い。うわ、一発そう、今のあの攻撃やな、食らったらやばいの。という感じではなかった。あ、この攻撃を食らったらやばくて。 OKOKOK、 とりあえず一旦潰れ出せたな、釣り出せた。オッケー、この辺は平和。よし、行こう。これ急いだ方がいいな、多分な。ダッシュで近づいた方が良さそう。いや、あんまそっち行かんといてほしいな。シャーって言ったらもうダッシュで近づいてバーン、オッケー。これやこれやこれや。緊張感あるわこいつのテイム。シャーって言ったらダッシュして、オッケー、来い。シャーダッシュ。あー、もう乗ってないバカ。シャーこい、シャーシャーこい、シャーこい、来る。あ、来ない。シャーこい、シャー、こわー、ちょっと待って。シャーこい、来た。はい、よし、あと2回。喧嘩、あれぐお前ついよ、ちょっと。ちょっと待って、ごめんごめん、継続ダメージが、ぐこのまま置いといて。
と1回、あと1回、あと1回。さあ、行くぞ。レベル150、デイノスクス。私は草です。草でございます。もうあと1回やねんから、おとなしくシャーして。シャーして。あー、はい。あーあー、なかなかスリルあるねこいつのテーマ。でも最強強っ。ちょっと待って、思ったより強くてびっくりしちゃった。うん、やっぱり正解やな。センターは泳げるやつ早めに捕まえといた方が動画楽っぽい。あ、お前もおるんかよ。こいつも同じあれやな。もっと出身組やな。あれ？あー、やばい。アルゲンが加えられてる。カメラさぁ。あいつらもデイノスクスと同じモッドの出身組やけど、あいつらはテイムしません。顔がちょっと好みじゃないんで。